書類の賞味期限守ってくださいね。はい、ということで今日はですね、書類の保存期間についてですね、お話をしていきたいと思います。賞味期限という答えをしたわけなんですけども、書類もですね、こう保存する期間というのをしっかり決められてて、その期間内は使う可能性があるんで、しっかり置いておく必要があるわけなんですね。で、いくつか注意点があるんで、その辺をですね、今日はお話ししていきたいと思います。これですね、基本的にはって書いてるんで、一概にこうだというふうには限らないんで、その辺も説明していきますけども、一応こういう表でまとめてます。白色、青色って書いてますけど、青色は基本的に法人も一緒だというふうに考えてください。個人の方で白色で申告している方はこっちですね。で、経費ですね。普段こう何か備品を買ったりとか打ち合わせをしたとかっていう時にもらう領収書、これは白色申告の方は5年、青色法人の方は7年保管しましょうというのが決まってるんですね。帳簿、そのお金の出入りとかをまとめて、例えば会計会社に依頼して作ってもらってる資料とかっていうのは7年間それぞれ保管しましょうねというふうな決まりがあります。ただこの7年って決まっては一応いるんですけど、10年法人の場合は赤字を繰り越すことができるんで、ちょうど10年後に10年前のその経費本当にあったんですかって聞かれた時に、7年しか保管してなかったら10年前にこんだけ赤字あったんですっていうのを証明できないですよね。なので法人で欠損金って言って繰り越しの赤字を持ってる人は10年間これ領収書保管しておいてくださいねっていうのがあります。なので、基本的にはっていうふうにしてるんで、全部が全部赤字を持ってるわけじゃないんで、ずっと黒字で運営する会社もそりゃあるわけなんで、そこはもう関係ないですよ、7年ですよって話なんですけど、一部の年度で赤字が出ましたと、その赤字を繰り越していってますっていう場合には、その年度のやつは10年保管しましょうねということです。あとはですね、基本的には個人の場合は所得税ですね。所得税法に関するとことか、会社だったら法人税法で決められているものがあるわけなんですけども、それ以外に例えば法人に関してこう決められている会社法という法律の中で、この書類は何年置いといてくださいねとか決まってて、それが一致してない場合があるわけですよ。ってなってきたら、基本的には期間の長い方に合わせるっていうのが基本的な考え方なんで、この会社法に規定されている書類で10年間保管しなさいっていうふうに決められているものもあるんで、そういった書類は10年間置いときましょうということで、一律7年というわけじゃないんで、その点は注意が必要かなと思います。あとはですね、白色でやってる方でも、売上がこう1000万超えてたりとか、課税事業者の場合っていうのは、今度この消費税法というのは絡んでくるんで、これもですね、7年間保管が必要になるということなんで、これ基本的には5年ですけど、該当する場合はしっかり7年間保管しておきましょうと。書類は、なんか個人の場合は5年置いといたらいいねとか、5年経ったらもう捨てて大丈夫とかっていう話を言ってる人もたまにいるんですけど、それはですね、正解の場合もあるし、間違ってる場合もあるんで、それを鵜呑みにして真似しちゃうと結構やばい可能性もあるわけなんで、しっかりとこういう条件をですね、知っていただいて、ご自身の条件に当てはめて、自分は何年保管しとかなあかんのかなというのをしっかり理解した上で、しっかりこういう書類を残していくようにしてくださいと。ということで今日の解説は以上になります。経営者の味方、上杉でした。